ファンの皆様、お待たせいたしました。第77回桜花賞勝利ジョッキーインタビューです。レーヌミノルで見事に制しました池添健一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。レースが終わって晴れやかな表情で戻られました。今のお気持ちはいかがでしょうか？とても嬉しいです。はい、今回馬とは初めてのコンビとなりましたが、馬の印象はどうでしたでしょうか？先週1週前の追い切りで初めて乗せていただいたんですけど、もう本当にいい馬で、チャンスある馬依頼されたなっていうふうに、もう第一印象で先週乗った時にそう思ったんで、うまく乗ればチャンスあるんじゃないかなっていうふうには思いました。相当な手応えを持って臨まれたということですね。そうですね、今日の返し馬に関してもすごく良かったですし、もう自信持ってちょっと乗っていいんじゃないかなっていうふうに感じたので、もうその感じで行きました。さあ、そのレースですが、道中は4、5番手にいましたが、振り返っていただけますか？スタートもいいスタートを切ってくれたんで、もうまずはレーヌミノルと呼吸しっかり合わせてリズムよく走っていければいいかなというふうに思って乗ってました。そして勝負どころから直線にかけてですが、どうでしたでしょうか？はい、直線向いてからもまだもう少し待って追い出していこうというふうに思ってたので、まだまだ我慢って自分の頭の中で、思いながら、はい、その他人気馬後ろにいましたけれども、そのあたりの意識はどうでしたか？先頭立ってからがゴールまでがすごく長かったんで、いやもう早くゴール来てくれって思いながら、もう一生懸命追ってました。池添騎手にとっては去年は花差の2着ということもあって、この勝利は喜びひとしおではないでしょうか？去年も一昨年も2着で、去年に関しては2センチ差で、本当に悔しかったんで、今日もそうならないでくれって思いながら一生懸命追ってました。レースが終わって本田調教師など関係者とは何かお話はされましたか？いや、みんな、ね、喜んで涙ぐんでたので、いや自分もちょっともらい泣きそうになったんですけど、いやもう G1 プレゼントをすることができて、いや本当に良かったなと思いましたし、いやもう騎乗を依頼してくれた、ね、オーナー先生に本当に感謝しています。そして池添騎手にとってはこの桜花賞は2002年で初めて G1 を取ったレースでもあります。この桜花賞というレースについて思いお聞かせください。いやもう自分にとっては初めて G1 を取らせてもらったレースですし、本当思い入れがあるレースですしね、クラシックの第1弾なので、もうそれを取ることができたんで、いや本当に良かったと思います。それではファンの皆様に最後にメッセージをお願いします。競馬場に足を運んでいただいてありがとうございます。まだ最終レースも残ってますし、来週も皐月賞があるんでしっかり乗りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。桜花賞勝利ジョッキーインタビュー、池添騎手でした。もう一度大きな拍手をお願いします。